はい、今回は、 コラボを含む WBPC4 団体についてやっていきましょうか。え、今ですね、コラボに関しては、令和3年度分、予算がですね、2600万円だった時の会計報告について、住民監査請求によってですね、再調査まで終わっていますと。で、さらにですね、今月に入って、若草、ボンド、パップス、この3団体のですね、令和3年度分の会計報告についても、同様に住民監査請求が通ってですね、 え、監査が確定したばかりだったんですよね。で、ここでですね、まさかの令和4年度分、令和4年度ってまだ終わってないんですよ、皆さん。<laughs> 令和4年度まだ終わっていないんですけども、すでにですね、令和4年度分についても、コラボを含む WBBC4 団体についてですね、住民監査請求が通りまして、監査が確定しましたので、紹介していきたいと。 思います <laughs> おめでとうございます二刀夢野さん、また領収書書き集めないといけないですね <laughs> えー、領収書を書き集める日々が始まってきますと。<laughs> 領収書の入れ替えまたするんですかね。エアコンからパソコンにまた変化するというですね。えー、そんな時期がやってきましたということですね。これですね、令和3年度分も4団体、これ全部通ってですよ。で、令和4年度分も4団体全部通ってですよ。もうこの4団体ですね、逃げ場ないですよ、本当に。<laughs> もうコラボのですね、令和3年度分だけでも、もう再調査の結果にですね、無理があるじゃないですか。なんとか内部で揉み消そうとして、揉み消そうとして、 もう無理やりですね、これは正当なんですってですね、言い訳してますけども、さすがにですね、もう令和4年度、言い訳無理だと思いますけどね。さすがにですね、東京都の職員ですね、それから黒塗り塗り子さんですよね。さすがにそろそろ諦めると思うんですけどね。さすがにもう守りきれないと思うんですけどね。都民ファースの方々にもですね、切られる時がそろそろやってくるんじゃないかというようなお話になってますね。はーい。 こちらですね、まずはひまそらあかねさんが住民監査請求が通ったことをですね、報告してくださっていますので、紹介したいと思います。速報、本日、さらに新たに、令和4年度の若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、パップス、コラボの契約に関する住民監査請求実施が決定しました。 これで WBPC の令和3年と4年、すべてについて何らかの監査が入るということですし、住民訴訟もやりまーすっていうのでですね <laughs>、えー。WBPC の皆さん、おめでとうございます <laughs>、えー、そしてですね、東京都福祉保健局の皆さん、おめでとうございます <laughs> 今までですね、仕事しなかった分、忙しい毎日がしばらく続きそうですね。<laughs> <laughs> いや、これでですね、なんか残業しないといけなくなるわけじゃないですか。多分、もう残業の日々になってくると思うんですけども、これ、でも自分たちがサボってこうなってるので、残業代払っちゃいけないですよね。祉保健局の皆さん、残業分全額ですね、返還していただいた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、4つまとめてですね、監査が実施されるので、もう相当忙しくなると思いますけどね。で、今回のですね、事案の概要についてもですね、ちょっと貼り付けしてくださっていましたので、こちらもちょっと紹介していきたいと思います。 と思います、えー、事案の概要本件は東京都が一般社団法人若草プロジェクト特定非営利活動法人ボンドプロジェクト特定非営利活動法人パップス及び一般社団法人コラボと締結した若年女性の支援に関する事業の委託契約について契約の締結及びこれに基づく委託料の概算払いが 違法、違法、違法または不当であることから、都の住民である請求人が、都の監査員に対し、地方自治法242条1項に基づき、本件4団体に対する委託料の返還請求等の必要な措置を取ることを求める事案であるっていうのでですね。 えー、令和4年度分はですね、もうきちんと監査してくれるんでしょうかね。いや、さ、令和3年度分とのですね、これ大きな違いとしては、今回はですね、予算が4600万円弱なんですよね。えー、いつもの WBPC であればですね、年度末になったら、今まで買ってなかったような備品をですね、いきなり数百万単位でですね、いきなり買い始めたりですとか、もういきなり大量にですね、お買い物をしてですね、予算を無理やり使い切るようなことをしていましたけども、今回ってですね、 去年の年末からですよもう住民監査請求でネットをです、ね、にぎわせていましてで年度末にです、ね、買い物をしまくるというのがです、ね、かなりしづらくなったと思うんですよね。 となるとですね、この4600万円、なんか使い切れていないんじゃないかなというふうに思うんですけども、うん、なんかですね、また4600万円超えてないから OK ですみたいなですね、そんな逃げ口でなんかやってきそうだな <laughs> っていう気もですね、うんするんですけどねうん、いや、とことん卑怯な人たちですからね、まあ、そういうところはやらずにですね、正々堂々きちんとしたですね、監査、それから再調査ですね、えー、していただきたいなというふうに思いますけどね。まあ、ひまそらあかねさんもですね、もう 住民訴訟までもう最後までやると言っているので、最終的にはですね、しっかりとした判断が行われるとは思いますけども、まあ、またまたですね、ひどい東京都の対応を見てですね、こう、イラッとするような場面がですね、多く今後出てきそうな感じですよね。えー、こちらのツイートはですね、すでにもういいねとリツイートさせていただいています。まあ、引用リツイートという形でさせていただいてますね。はい。 まあ令和4年度ですね、コラボを中心にちょっとお伝えしていきますと、支援実績はですね、全然増えていないのに、使うお金の金額だけですね、1.5倍のペースで増えていますと <laughs>。もう予算が増えたからどんどん使えっつってですね、もう最初からですね、もうスタートダッシュからお金使いまくってると <laughs>。だからですね、これどこかしらにですね、怪しいお金の動きあると思うんですよね。 まずですね、この全体的な支出に関してはですね、こちらの資料がですね、令和4年度の第1四半期の実施状況報告書になるんですけども、これですね、令和4年度第1四半期で860万円ものですね、税金を使っているんですけども、一方ですね、これ令和3年度はですね、560万円だったんですよね。だからまあ、1.5倍ぐらいには増えてるわけですよ。 で、続いてですね、こちら、令和4年度第2四半期のですね、実施状況報告書になるんですけども、第2四半期も見ていきますと、こちらがですね、全体の支出ですね、740万円というふうになってるんですけども、これはですね、令和3年度ではですね、580万円だったんですよ。こちらもですね、まあ大体1.5倍ぐらいに増えてるわけですよね。一方ですね、これ支援している女性の人数ですよ。 まあ保護してる人数と言った方がいいのかな、えー。市販機ごとだとブレが大きいので、ちょっと半年の合計でお伝えしますと、令和3年度がですね、えー、短期保護した女性の人数がですね、35人と、長期はもちろん0というふうになっていますと。一方ですね、令和4年度、短期保護した女性の人数がですね、29人。 で、長期保護はですね、ゼロなわけですよ。令和3年度の方がですね、予算が少ないのに、えー、保護してる人数多いんですよ。お金は1.5倍使うけど、実績はですね、2割ほど減ってるんですよ。ありえないですよね。<laughs> 普通に考えてありえないですよね。令和4年度って、しかも自粛ムードがだいぶなくなってきたタイミングでもあるわけじゃないですか。 で、外出している人も増えるわけですから、本来はアウトリーチ活動を通して保護している女性の人数もですね、えー、増えないといけないじゃないですか。これですね、もう委託事業をサボってですね、どこかで贅沢しているようにしか思えないわけですよね。うーん で、こちらですね、えっと、第一四半期の資料にちょっと戻りますと、例えばですね、この人件費なんかもですね、1.5倍ぐらいになっていますし、この事務所、居場所、運営費もですね、1.5倍ぐらいになってるわけですよ。えー、保護している女性の人数が減っているのに、人件費も事務所、居場所、運営費もですね、増えるわけないじゃないですか。<laughs> 本来は減ってるはずじゃないですか。特に人件費ですよ。お仲間に流すお金が増えたから、なんか人件費として流してるだけなんです じゃないかっていうふうにも見えてしまうわけですよねもう住民監査請求のですね再調査それから住民訴訟でですねお金が流れているところも含めてですよ徹底的に洗い出してほしいですけどねいやこれ実績減ってるのに支出だけ増えてるってありえないことだと思いますけどねうん普通の公共事業だったらありえないですよまあこういうことが起きてしまっているわけなのでまあ、どこかしらではですねもう WBPC どこかでどこかしらではですね不正会計出てくると思うんですけどね はい、もう逃げ場はありませんというとこですね。はーい、えー。それではですね、今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですねこちらのコメントです。オンブズマンさえ押さえておけば誰も監査や訴訟を自費でやってこないだろうと。 鷹をくくっていたんでしょうね。多額の寄付を集められたのも、その行動力を多くの人が認めたからだと思います。っていうのでですね。まあ、ほんとすごいことをしてくださいましたよね。あまりですね、SNS とかネットが発展していない時はですね、もう一人でやっぱりこれ、住民訴訟までしていくってなるとかなりの費用がやっぱ必要になってくるので、なかなかそこまで踏み込める人っていうのがいなかったと思うんですけども、もう今はですね、もうネットでですね、こういうことで、ま、あ多額の寄付だって集められるわけですし、多くの の情報をですね広めてさらにですね暇まそらあかさん一人じゃなくってたくさんの人でですね、えー、不正を暴いていくっていうこともできるようになってきているので隠せばなんとか突き通せるっていう時代ではなくなってきていると思うんですよねまあそういう風に鷹をくくってたんでしょうかね見事に今回お金も集まるし、えー、たくさんのですね怪しいポイントを見つけられてしまってですね、えー、もう逃げ場がなくなってきているというところですねはい、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います え続いてはですね、こちらのコメントです。都庁前デモを見ていて、使用の移動手段にあのバス使っていて笑ってしまった。舛添さんが公用車をコンサート行くのに使ったのがアウトなら、今夜のあれも目的外仕様でアウトじゃねとか思ったりっていうのでですね。まあそうなんですよね、バスカフェのあのガソリン代ですね、あれ住民監査請求で、まあ不当、不正ではないっていうふうに判断されてしまったわけなんですけども、 今回もですね、都庁前で抗議するって言ってですね、え、二刀夢野さんバスカフェ <laughs>、ピンクバスで登場してですね、え、帰る時もですね、退場もですね、ピンクバスに乗ってですね、どっか消えてったんですよね。これってですね、ガソリン代を使用で使ってるってことじゃないですか。決して女性支援活動で使ってるわけじゃないじゃないですか。これですね、舛添さんはアウトなのに、二刀夢野さんがセーフっていうのが意味わかんないですよね。まあそういうところもですね、おそらく住民訴訟とかで、 えー、つついていけばですね、これ引っかかるんじゃないかなと思いますけどね。うん。で、令和4年度もですね、きちんと、あの、ピンクバスをですね、使用に使ってるわけですから、きちんとですね、こういうのは監査でチェックしていただいて、いや、不正というふうに認めていただきたいですよね。舛添さんがダメで2頭さんが OK の意味がわかんないですよね。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。コラボを含めた4団体に監査実施。 住民監査を半年も経たずに連続で受ける団体って今まで存在したのだろうかっていうのでですね。いや、おそらく存在しないと思います <laughs>。そもそも住民監査請求自体ですね、なかなか通らないものですからね。もう住民監査請求2回も通された団体ってそもそもないですし、 まあ、こういった監査自体もですね、なかなかないことですから、いや、連続で受けた人たち、なかなかいないんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあ、それぐらいずさんな会計をやってしまってたってことですよね。で、それを都庁も認めてたってことですよね。いや、ほんとひどい奴らだな。こいつらな、何かしらやっぱり罰与えないとダメですよね。はーい。えー、こちらもですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 皆さんですね、今回 WBPC4 団体仲良く揃ってですね、えー、またも令和4年度分もですね、住民監査請求通ってしまいまして、えー、今後ですね、監査と、えー、ひまさらかねさんからの住民訴訟が待っているわけですけども、皆さんですね、このような WBPC4 団体についてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 え、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。